将来的な話をね聞きたいんだけど、やっぱりこう2軍の監督から当然1軍にも1軍上がってやりたいとも思ってると思うんだけど、思ってるよね当然ね、これファンは待ってると思うんだよね。でまたちょっとその前線まで1年も経ってないんで、うん、全くこう自分の監督としてってなると、うん、そこまではまだ見えないかもわかんないです。見えない、はい。まあ、そのやりたいね、そういうチャンスがあればって思いますけど、でも今の段階でいくとそこじゃなくて今になってくるんですよね。いきなり監督だったじゃない、コーチとかもやりたい、もうやっていいと思う。はい、一軍だよ。そうやったらやっぱりコーチも経験しておきたいですよね。ああ、そうか、もう監督してしまったら監督がいいかな。まあそりゃそうだよね、はい。まあ他は両方できるっていうことじゃないでしょ、はい。でもコーチと監督って全然違うでしょ、やっぱり専門職と総合職になってくるから。違いますね。やっぱ、ね、で内野守備走塁、外野、うん、まあ、打撃ってなると、うん、ピッチングコーチって言ってるわけなんで、うん、まあ、そこだけ特化してこう見るじゃないですか、うん。まあ、そこも見てこう見ていくと、ああそういうプレーもあったなとか、うんうんうん。まあ、そこで試合中でも、まあ、こう見過ごす時もあるわけですよ、うん。でやっぱ内野コーチはやっぱよく見てくれてるんで、そうだ、ね、専門的にね。で、まあ、はい、ミーティングした後でもこういうとこも、ね、内野コーチが言ってくれたし、あそこも見てたんか、うん、だから僕ここでこう何ですか、あのメンバー見ながらオーダー見てここでぶつかってたらちょっと代打出そうかなとか、うん、ピッチャーまあ当然決まってる時もありますし、うん、自分でもこう考える時あるじゃないですか。で考えても試合進んでいくんで、うん、もうそこをこういつも勉強します。いや、やっぱり1軍があって2軍があるわけじゃない。で1軍って今苦しんでるよね、ピッチャーに。だって10点取っても勝てないんだもん、11点取られて。そのピッチャー頼むって言われてる、ピッチャー誰かいないかって、うん、それは去年も言われてましたね、うん。やっぱりそこの強化ポイントっていうのはやっぱ監督として考えなきゃいけないところなんでしょ。2軍監督っていうのはやっぱり1軍を助けるために、また育成するために。だからそこのね、その育成もしないといけないし、でも1軍に行くそのピッチャーがこうね近い選手がいたら、そこもこう試合の中でこう使うわけじゃないですか、うん。まあ、そこのバランスがやっぱ非常に難しいですよね。野手もそうですけど、やっぱり固めてしまうとやっぱ若い選手がなかなか出るチャンスがない、うん。でも我慢しないといけないところもありますし、当然勝ちには行くんですけど、多分度外視してここで、ね、本当は怒らせたいところは、でもここで打ったら自信になるんじゃないかなとか、うん、でもほんまここ打たせたいけど一軍に行ったらこの場面だったら絶対バントがあるなとかって考えると、うん、そういうことは考えながらは。どっちを優先してるの？打たす方を優先します。まあそうだよね、はい、西武の野球って大体そうだもんね、はい、そうね。まあ、こっちがそのマウンドサインとか出せば簡単じゃないですか、うん。でもここでね、本当にその選手がこの場面どう打ちたいのか、またこのチャンスで打てば自信になるだろうし、またこれランナー1だったらね、右に打って1、3塁になってくれたらいいな、もしくはランナーにグリーンライト出してるんで、うん、走ってランエンドヒットみたいな形になってくれたらいいなとかってこう考えるじゃないですか、うん。そういうことも考えながらやっていくと、でもサインをここでどん出したいな、カウントこのカウントになったらどん出したいなと思うんですけど、初球打ったりとかするんで、うん、そこが難しいところですよね、うん。イースタンリーグでこうずっと回ってるよね。まあ西武は置いといて、他の球団を見て将来的に有望な選手多いなっていうチームはどこ感じるのは、やっぱ横浜ですね。へ、横浜いる。そうでもそうですけど、うん、非常に個性があると言いますか、うん。そのスイングでもみんな体も強いし、うん、しっかり振るし、うん、まあ、ピッチャーでもやっぱ若いピッチャーでもやっぱ球速いし、うん、あんま僕は結構横浜にやられてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、横浜がいる、はい、やっぱりこう将来が面白いなっていう選手いますね、うん。楽天はどうですか？やっぱ楽天はやっぱどっちかというとやっぱりその細かい球ももちろんそうなんですけど、ピッチャーがいいなっていうのも、楽天ピッチャーいい、ピッチャーいいです。もらえばいいじゃん、ちょっと。いや、でも楽天やっぱピッチャーがいいですね、はい。例えばこうパッと思いつく投手とかいますか？でもやっぱり一軍経験してるピッチャーが結構多いじゃないですか。そうですね、はい、やっぱそこで経験できてるんで、やっぱこうファームで投げるとなると、やっぱちょっとなかなか打てないケースも当然出てきますし、やっぱり2軍監督やってると、やっぱ1軍を少しでも経験、雰囲気でも味わってくる選手っていうのは、全然やっぱ違ってくるんだ。そうですね、そういうのは僕は感じてますね、今のところ。だからできるだけこう
結果はともかくとして一軍にとにかく経験しに行ってこいって、そのために頑張れと思います。いうような段階だね。じゃあでも今年は、まあ、僕初めてこう監督やらせていただいて、うん、で実際水監督でもこうファームの結果出した選手をパッてこう推薦して上げていただけるので、うん、これはもう非常に嬉しいですし、やっぱ若い選手とも結果出せばこう上げてもらえるって考えると、うん、非常に選手もこう競争意識が芽生えて、ね、自分で取り組む姿勢も変わってくるだろうしってなると、そういう相乗効果が、ね、こうあるのかなっていうふうには感じてますし、巨人はどうなの？巨人はピッチャーですね。いい？ものすごく苦しんでるよ上は。うーん、まずはやっぱりその球が速いです、巨人のピッチャー。はい。へー、西武のピッチャーは150になるかってなると、まあ、出ますけど、ジャイアンツでは少ないですよね。いやでも上で投げてる若手のピッチャーって将来的に有望だなって思うピッチャーが、そうですけど、そうそうそう、いっぱいいるなと思うんだけど、でも吸い取られて上に、下にはあんまり残ってないっていう感じ今。まあ残ってないって言ったら変だけど、下でも怪我もいますけど、だから早く見たい選手もいっぱいいます。あでも全体的に見渡した時にやっぱり下にいい選手がいるっていうことは上のチームの成績がいいっていうことにつながってる。まあ、例えば横浜が有望な選手、しっかり振れる選手がたくさんいますよって言ったら、やっぱ上も今2位っていう地にいるじゃない。やっぱファンを見たら上の成績が分かるっていうことはイコールになってきてる。いや、そうとも限らない。そうとも限らないと思いますね。ああそう、はい。まあ親父まあ6位、あでもこうして若い選手も出てきてますし、うん、また若い選手がチャンスをいただいて一軍に行ってますし、逆にこう一軍に行ってることによってまだこの若い選手が次こう育つ環境と考えると、うん、ファームでも1位だから上が強いかってなると、うん、分かんないですから、うん、イコールではない、イコールではないと思います。でも重要なポジションだよね、二軍の監督って。まあ、当然ミスもいっぱい僕自身もしますし、判断の力とかもいっぱいありますし、でもこう経験差し迫りながら、うん、ね、ファンの選手もこうなんとか一緒に上がれるようにと思って必死こうやってやってくれてるんで、なんとか人でもってこう、まあ、よりこう熱くなっちゃいますよね。まあもうそれそれ、ね、でもその自分の、ね、心にブレーキかけて、ああやりすぎだっていうのを抑えながら、もう僕も教えてたら結構熱くなってきたりするんで、うん、でもやっぱりこうそれが選手に伝わるのかっていう時に難しい部分出てくる時あるじゃないですか、ね、うんうんうん、あもっとこう自分も冷静にならないといけないし、まあ、そのためにやっぱこう選手としっかりとコミュニケーションを取って、自分が思ってることと選手がどう感じてることをしっかりとこう話し合いができたらいいなと思ってますけどね。怒ることあるの？いやほとんどないですね。僕もミーティングでもあまり話さないよう、話さないです。話さない、はい。まあ、担当コーチが話をして、はい、で、まあ、どうするの？試合前に、あ、で試合後にコーチミーティングします、うん、さっき、うん、で、まあ今日の反省点と良かったこととかを、まあ、決めて、まあ、それをコーチの方が伝えてくれて、そう、まあ、人はいいからな、優しいよな基本的に。でもさ、監督になって質問に対して一回飲み込むようになったよね。昔の画像ってさ、パッと言ったら、あ、それそうそう、こう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 ですよみたいな。でも監督になるとなんかちょっと一言飲んで言葉をすごく発するのに大事さを感じてる。感じますし、感じるよね、感じてるよね。また自分のことだったらそらすら言うんですけど、うん、やっぱりこう選手のことじゃないですか、うん、やっぱここって簡単には出せない部分もありますし、こう言葉を選んでいくと何喋っていこうかなって考えていくと、この、ね、ミーティングとかでも全然繋がらない時あるんで。へー、そりゃ脳が疲れるわ。この思ったことにバンバンって言っては楽でしょうけど、やっぱりそうじゃね、当然選手も必死にやってますし、そうそうそう、当然ミスもするんで、当然いいこと、ね、いいプレーもあるし、でそのミスした時の一番思ってるのが絶対選手なんで、怒っても選手が一番分かってるじゃないですか、うんうん、例えばエンドランとか出すときに、これもう一球ボールになってから出そうとか、いやこれ平行カウントで出しといた方がいいとか悩んで出しそびれたっていうことある？あります。まあ、今野手総合で高木宏樹さんが横についてくれてるんです、うんうん、だそこでちょっといろいろ話をしながら、うん、そろそろちょっとなんか出したいですよねとかって、ワンワンになったら行きますかとか、
って思っててもボールになった時点でここ行きましょうかとか、なるほど、ね、はい、先の先の先ぐらい行かないと、ね、当然選手は甘い球来たら行こうとしてるんで、甘い球来たら初球から打つじゃないですか、その先を先を先を行こうというふうには考えたりします。なるほど、すごい考えることが多いですね。いやもう話聞いてて、脳が疲れる、よくわかりましたそうですね、はい、でも監督になった姿をね、一軍のすごい見たい、うん、でもこうさっき入ってきた時かっこよかったね、やっぱり。いやもうかっこいいよね、これ街中ユニフォームで歩いてたらめっちゃモテると思うわ私あの仙台の時に聞いたことあるんですけど、ユニフォームの着方もすごいこだわりがあるって前おっしゃってました。だって監督なのにこの袖別茶で頼んでるから、でまさかあの監督と思ってないんで。何が、要は来年もそのつもりじゃないですか、アレンジ選手、だ当然。ああそういうことか、はい、だからそのメーカーの方も、うん、松井さん去年と一緒でいいですか、去年と一緒でお願いしますって言ってますだから来年はもしかしたらね、その変えようかなと思ってます。ちょっと短く、はい、はい、出した、ありがとうございました。